福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの今シーズン第10回戦です。ヤフージャパンドーム、今日1軍に戻ってきた T 岡田、さらには竹原、そしてピガノと3人の選手をスタメンに連ねたバファローズ。対してホークスの方は交流戦の途中から中継ぎに回っていた岩崎、それぞれ新しい役者も先発メンバーに連なってゲームがスタートしました。序盤は両チームともランナーを出しましたが、ともに無得点。しかしなかなかその後がつながりません。どちらも塁上を賑わしますが、序盤はゼロ更新、スコアボードにゼロが並んでいきます。岩崎は二回り目に入ってから、今日マスクをかぶっている高谷のリードもあって変化球主体と切り替え、これが功を奏しました。対するフィガロは中盤に入ってもピンチが目立ちましたが、徐々に本来の力のあるまっすぐを武器にリズムに乗っていきます。4回は今日初めての三者凡退です。対して岩崎の方は今日トップバッターのスケールズ相手に4三振、スケールズは今日その後森君に対しても三振を喫し、トップバッターとして仕事をできないまま5三振で試合を終えています。岩崎はピンチの連続となりましたが、結局7回109球を投げ終えて退きます。ピンチとなった最後の7回もスケールズ、そして代打北川を三振に退きました。対して8回です。2アウト1塁からこのランエンドヒットが決まって1・3塁、しかしながらあと1本が出ませんでした。結局終わってみれば延長10回0対0の引き分けということになりました。延長10回も延長に入る前の9回もチャンスを作りますが、ホークス平野、さらには岸田に抑えられてサヨナラ勝ちを演じることができずに、結局ゲームセットとなっています。ホークス対バファローズの今シーズン10回戦、延長10回0対0の引き分けとなっています。さて、という若田部さん、試合だったんですけれども、改めてこう全体振り返っての感想もお願いできますか。そうですね、やっぱりピッチャー両投手のやっぱり出来が非常に良かったということしかないですね、今日のゲームはね、はい、なかなかやっぱりいいピッチャーに関してバッター打てませんからね。ですけどね、こういうピッチャーをなんとか攻略していきませんとね、はい、これからのやっぱり勝負どころになりますと、そうですね、やっぱりきついゲームになりますからね。